私はよくセルフイメージが低いと言われるのですが、友人や同僚の活躍を聞くと本当にすごいなと憧れる気持ちがある反面、自分なんてといつも感じてしまいます。どうしたらセルフイメージを高くすることができますか、ということです。はい、まあ、まず高くする前に人と比べないっていうところからスタートしたらどうでしょうか。はい、人と比べるとね、低くなってしまうんですよ。でも誰かと比べる必要がなかったら低くなることもないわけで、例えば上司とか周りの人たちがね、素晴らしいなっていうふうに言ったからといって自分のセルフイメージが下がるわけじゃないんです。はい、あるいは友達が成功してよかったなって心から祝福するときに別にセルフイメージが下がってるわけじゃないんです。セルフイメージが下がるのは、あの人はすごいけど私はとかっていうふうになるときにセルフイメージが下がるんですよ。比較ですよね。そう、だから自分が比較をね、やるのが好きなんだってことにまず気がついてほしいんです。そして自分が負けるのが好きなんですよ。セルフイメージを高くしたいっていうことなので、うん、その自分が負けるのが好きで、まあ、居心地が良くてっていうのがだんだん気づいてきてるタイミングだと思うんですが、うん、はい、そういう時にその居心地のいい低くいるところから抜けるっていうのはどういうふうに、だ抜けたいと思ってないから、だからセルフイメージを高くするっていうことの前に、まず比較をやめなくちゃダメですよって言ってるんですよ。なぜかというとそういうのが嫌なんですよ。誰かよりも上に行くの嫌なんですよ。自分が上に行って相手が下に行くのが嫌なわけだから、はい、だからセルフイメージを低くしてしまうんです、はい、だからそういう遠慮があるわけだから、うん、やはりどうしても比較の中にいる限りはセルフイメージが高いとか低いって話なんですよ。で、比べなくなった時に、うん、自分が低いところには行かなくなりますよね。そうそう、だから気がついたら、自分ってセルフイメージのことを考える必要もなくなったなって、そういう風に行くわけですね。そうそう、だってこの人のあのツコさんの頭の中ではセルフイメージが高いってことは誰かを低めてる可能性があるんですよ。あの一人は私は綺麗とかね、はい、うん、それはあんまり健康的なことじゃないから、だから誰かと比べるのをやめないと、セルフイメージが高いとか低いとかっていう風になっちゃいますよってことなんですよね。確かに比較対象がなければ、うん、自分は自分ですもんね。そうそうそう、そうなんですよ。相手より周りより自分が美人じゃないとか、美人だとか、お金があるとか、仕事ができるとかできないとかって比べなかったら、セルフイメージが下がりようがないんですよ。そうですよね、はい、なので比べるのをやめるってことをまず最初にやってみたらどうでしょうか。はい、つくさん質問ありがとうございます。以上、人生相談のコーナーでした。